はい、この剣という字はですね、上杉謙信とかの剣なんですけども、まず左がゴンベンですね。ゴンベンは、かっこいい書き方、以前申し上げたんですけども、はい、こういう書き方ですね。で、こういう書き方でもですね、もちろんいいんですけども、今日はですね、これよりももう一段階かっこいい、超かっこいいですね、特別な、ごんべんの書き方ですね、これをですねお伝えしてい、きたいと思います。この辺はですね、まず点を入れますね。この辺はですね一緒なんですけども、ここですね、この次から、はい、もう超省略してますけども、この書き方ですね、こういってで、これかなりこう続いてる字ですけども、ここにこういうふうにこう書いてるんですね、この続け字ですね。はい、でこれでですね、一番際立つのはここのですね横線ですね。横線がですね、普通のこういう横線とかだったらあんまり際立たないんですけども、ここですね、ここ入り口をですね、ちょっとこれ45度のこう点を打ち込みですねを入れることによって、かなりこうかっこよく見えてきます。後でですね、はい、で剣という字で続けて書いていきます。で、ここですね、右側もですね、この辺もですね結構続けていきます。こうですね、はい。で、最後こう縦ですね、縦線、はい、こういう書き方ですね。これですね、結構慣れてくるとこういう書き方、今までですね、私の動画をですね結構入念に見ていただいている方はですね、もうこちらのですねゴンベの書き方っていうのは結構マスターされたと思いますので、これが慣れてきたらですね、このゴンベの書き方、今度はですねちょっと練習してみてください。点を入れてこう第2画のここですね、必ずですね打ち込みを入れるってことですね。で、打ち込みを入れた後ですね、こっからですね、こう見えない点、点点点が続いてます。こう入れてですね、一回こうくぼんで、ここを出しますね。はい。で、その次ですね、こっからですね、こっからが、ここで言うですね、この口を書いてます。口。こうですね。で、最後のこの羽はこうですね。この羽。こうですね。はい。これはですね、ちょっと省略ですね。省略の形になります。はい。で、右側ですね。右側もですね、ここの足をですね、長く、ここですね、足長に行きます。で、ここですね、全体的に見ると、右下にこう重心を置いてますので、ちょっとこっちにですね、字を引っ張ってるような感じでですね、すごくこう、バランスをとってますので、これはいつか動画で話しました、右下法則の例ですね。はい。右下法則の例。今日はですね、こういったゴンベンですね、省略の形、こちらのですねゴンベンでも非常にかっこいいんですけども、もう一段階上にアップしてはどうでしょうかというですね動画でした。はい。でこれですね、見てですね、絶対こう真似してちょっと書いてみていただきたいんですよね。書いてみていただいて、アウトプットしないとですね、実際に次頭の中に出てきませんので、これをですねまずちょっと書いてみてください。はい。